どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓のエイム精度を上げるための試し撃ち練習方法まとめとなります。トライストリンガーを使用するにあたって位置角を決めるエイムは非常に大事ですよね。ですが弓のエイムは直当てだけではなく、局射や爆発矢の活用など多くの攻撃方法があるので極めるのが難しいです。そこで今回は僕が行っていた基本的な直当てのエイム練習から局射、最大射程の練習などを紹介したいと思います。チャンネルを応援してくれる方は良ければチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは何といっても位置角を当てる練習ですね。まずやってもらいたいのは感度合わせです。一番簡単なのでこちらをやってみたいと思います。まず正面にある2つに対して歩き打ちをしながら直当てをやってみてください。ここで10回中8回当てるようにするといいかと思います。基本的な対面練習なのでこれが当てれないと他が難しいと思います。ここで合わないようであれば感度の調整もしておいてください。続いては高角度の練習です。弓は広い視点を持って動くことがあるため画面が大きく動くことがあります。その練習になります。こちらも10回中8回当てるように頑張りましょう。では続いてステップ1の最後ですね。ステップ1の最後は5つの的に絞って当てる練習です。場所はなるべく動かず様々な角度を狙う練習になります。この練習は上下左右の角度を覚えるための練習です。最初は小さい角度から練習していき、後半は大きい角度に変えるということがいいと思います。当てれる回数はそこまで気にしなくていいのですので、連続でしっかり当てれるように意識しましょう。続いては最大射程を当てる練習となります。先ほどのはなるべく射程が近い状況での練習でしたが、次は最大射程を体に覚えさせる練習になります。練習場所はこの場所から3つの的を狙います。ここから撃つとちょうどいい段差違いに射程が届くようになってます。しっかり高さを意識して撃たないと位置角が取れないので、的のちょっと上を意識して撃つように練習してみてください。個人的にはこの練習をよくします。理由はマッチング終了した時にこの位置にいることが多いためです。すぐできる練習なのでとても楽です。では長射程の感覚を覚えたら次のステップに行きたいと思います。続いては局射の練習です。局射の練習をするには決まったポジションとか決めにくいので難しいと思いますが、僕はこちらの練習方法をとってます。1つ目は金網を高台と見立てて練習する方法です。このように金網の上を通して的に当てる練習となります。位置角狙ってはいきたいんですが、かなり難易度は高いので最初は爆発を当てることからやっていきましょう。実際は壁で見えないのでしっかり狙ったところに落とすというのが大事ですね。なので前に出たり後ろに下がったりという練習もしてみてください。次は動くバルーンを活用した練習方法です。実戦で壁裏にかけられた敵の動きを想定した練習になります。実際にやってみると壁裏よりも離れた位置になりますが、動きに合わせて打ち込めるだけでも練習になります。慣れてきた際は壁際に落とす練習として手前に打ち込む練習もするといいかと思います。上を見る角度が変わるので難易度は上がりますが、狙えるようになると実戦でも感覚で打てるようになってくると思います。近づいたり離れたりするのがポイントです。ここで重要なのはバルーンの動きに合わせて横に対しての動きですねにタイミング合わせれるかどうかというのと、距離感ですね、壁に近く打ち落とせるかというのの2つの感覚を別々で練習することが目的となります。最後は高台からのエイムとなります。
弓のポジションとしては高台を活用した攻撃が多くなりますので、自然と見下ろしたエイムが多くなると思います。今回は3つあるので、それぞれ特徴を抑えて紹介したいと思います。では1つ目の場所ですが、こちらの中くらいの高さですね。ここは基本の練習となると思います。いきなり高くしても慣れないので、最初の慣れポイントという感じですね。対面していると一番多い角度ではないかと思います。ですが、上から打つだけで若干射程の感覚が変わってきますので、当て感が難しくなると思います。狙う順番はランダムで OK です。続いてはこの柱の上です。ここ結構大事で、この柱の上では真下に対してのエイム練習となります。意外と角度がつくと狙えないっていうことが多いですからね。メインの3本を壁に当てず、しっかり当てるというものを意識して練習してみてください。動くバルーンも敵がイカ移動してくる動きに見立てて練習してみるといいです。で、ここの何がいいかというと、イカちゃんを真上に捉えるのと正面に捉えるのでは、当てる幅が違うんですよね。それだけエイムの精度が求められますので、意外とこの練習をするのはおすすめかと思います。では3つ目。3つ目は壁を使ったエイム練習です。2つ目と高さは変わりませんが、壁を挟んだ際の練習になります。視界が一部遮られるっていうのも特徴ですね。この状態でしっかり狙えるかどうかっていうところになります。ということで、すべてのステップがこれにて終了となります。数が多かったですが、目的に合わせて練習方法を選んでもらえるといいかと思います。練習時間は特に決めなくていいと思います。毎日1回通すだけでもいいかと思いますし、苦手なものを重点的にするだけでもいいかと思います。ちなみにですが、僕自身は弓になれるまでは、だいたい10分から15分ですね、はエイム練習を楽しくやっていました。はい、ということで今回はここまでとなります。弓のエイム精度を上げるための試し撃ち練習方法まとめはいかがでしたでしょうか。エイム練習をするにあたっては、正直何を意識して練習するかだと思います。適当に当て続けるのも確かに練習なのですが、応用が効かせづらいというのがあるんですよね。この距離ならこの角度っていうのを何回も意識して練習した方が身につきやすいので、何のために練習をしているか意識してもらえると、今回紹介した練習がさらに身につくのではと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。